Welcome back. Now then. Ranger, no. Ranger, no. Calling here. Thank you.
I'll miss a bit. マスコミに放任されて後手後手で謝罪や高めに回るのは自分たちから発表した方がはるかに印象がいいし、しかも新 CEO の就任しエデン大幅アップデートを終わっているらしい。世間の目を分散させるいい手な、まさに発撃必要だよ。逆転の一手は岸辺とレイで黒川勝ち、デモンズだが、デモンズに所属するハッカーたちのアカウントは消されてしまっている状態でな、現実世界での特定は難しいだろうし。そうでした、どうじゃ、すまなかったな。せっかく打ち込みかけた神代の執行を見つけて、あの件の話とも焦って動いてもない結果は同じだったらしい。人が真面目に話しているときに、せめてもう少し緊張感のある着信音にだな。ほう、白峰ノキアからの呼び出しか。我々のことは気にせず、行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つという言葉があるだろう。今は打つ手がない。相手の出方を。また女子君の能力に頼るしかないな。まったくあの子は京ちゃんの親父さんが与えてくれた天の助けってやつかもしれん。でも少し急いだ方がいいかもしれません。
あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、もしも神城が病院にいるあの子をただじゃ済まさない、あるいはひょっとしたらあえて泳がせているのかもしれません。とっくに気がついているね。ほっとけないから、なんだよなんだよ、決まってるじゃん。デジモンたちを助けるためにハッカーたちをやっつけろ。おいおい、ずいぶんと鼻息が荒いな。この前は全員負けたのか、私の力が足りてないってことをちゃんと分かったわ。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマーシルダーを決定しようって思ってるよ。テイマー、二人とも銃どっちのハッカーチームの銃を持ってるんですか。ちょっと前に活躍したハッカーチームの銃だよな。さすがあなた、よく知ってるね。銃だのメンバーはハッカーなのに普通のユーザーやデジメンを困らせるような悪いことは絶対にしなかったんだって。だから遊びに付き合ってる暇はね。俺はあのイカれた病気の原因を探るのに忙しい。勝手にやってろ。おい。オタクもこんなやつに付き合ってる場合か。ちょっと話がある。あとで。何言われ。感じ悪い。仲間になる。あいつから話は聞いてるぜ。何してんだよこんなとこで。京子さんに教えてくれてたんです。あの人がここにいるって。ああ、あいつに言うってわけな。あいつはこういうのだ。うぜえな、一緒だけし。さっきは真剣な顔して何見てたの。あ、いいえ。そんじゃまたな。Right hand woman.
喋り方とか、あの格好とか、あいつは絶対変態だよ。それにしても決めて、キャラ薄いのに人間関係結構濃いめだよね。とにかく、クーロン言って。一度事務所に向かって、じゃあクーロンで待ち合わせね。友人リベリー、友達の友達は友達、何で言ってるのかさっぱりわからないわ。君も又吉刑事はどうしたのか、ついさっき今は相手の動きを待つべきだ。君もこんな時は友達を助けてあげるの。何がどう巡り合って、明日の自分のためになるかわからない。情けなければ使いどころがない。そうそう。I reckon that's quite enough for now. Continue on next time. See you then.